皆さんこんにちは、森崎アリスです。今回皆さんにお知らせがございます。鈴木奈々ちゃんが所属しているツインプラネットさんの、ネクストブレイクオーディションっていうオーディションが開催されていたんですけれども、実は森アリ参加していましてですね、でフリーになっていろいろ私も最近ちょっとお仕事が増えてきて、オーディションを受けようと思って、大好きな奈々ちゃんが所属しているツインプラネットさんのオーディションを受けさせていただきました。そして、約6400人の中からファイナリスト18名が選ばれるっていう、賞がね、いろんな賞があるんだけども、そのファイナリストに森アリ入りました。ありがとうございます。はいはい、なんかとりあえず実感が全然今なくて、でとりあえずなんかね、6400、まあ約6000、まあ6380いくつだったんですけど、約6400分の18の中に森アリがいるんだっていうのがもう自覚がなくて、とりあえず私の個性を買っていただいたんだなって思ったんですよ。なんですけど、まあ、ピンク、今ピンクの部分見えないですけどね、まあ、ピンク星からやってきたあなただけのお姫様っていうのをいつも言ってるんですけど、まあ、それは本当にもう何年言ってるんだろう、何年言ってるんだろうっていうか、もう10年くらい言ってるのかな。本当に一番最初業界入ってから私みんなからピンクしか着ないんだね、ピンクしか持ってないんだねとか、ピンク星人だね、ピンク星からやってきたあなただけのお姫様よっていうことを言ってたの、ずっと。でキャッチコピーがピンク星からやってきたあなただけのお姫様っていうキャッチコピーができてですね、でそれをいつもまあ自己紹介で言わせていただいてる、たまにこっちでも言ってると思うんだけども、今回のやっぱりオーディションをきっかけにやっぱり絞らないとって思って、実は森アリ数日前からね、ちゃんとこうなんだろうな、筋トレとかをね試合出してるんですよ。 EMS 使ったりとか、ちょっといろいろちょっと指導し始めてて、でも今の私の色は消さないです。ピンクだったりとか、まあ、黒髪にねしてとかも、私もすごい気分で黒髪にするかもしれないけど、黒髪に赤とかピンクのメッシュとか、まあ、ピンクは絶対になんか私の色味は消したくないっていうのはあって、どこにでもピンクは入れときたいっていうのは正直あるんですけど、でも個性を買っていただいたっていうのを判断したんです。っていうのはファイナリストやっぱりまだ2段3段って発表されてないんで、私顔わからないんですけど、どういう子が選ばれてるのかなっていうのはわからないけれども、なんかすごく頑張んなきゃって思ったんですよ私。でなんかもうグランプリはもうわーっていう感じだからさ、受賞、何かの賞が何人分だったかな、あるんですよ。18人中の約半分ぐらいの子に賞があったはずなんで、でなのでその中のどれかの賞を受賞できればいいなと、私はやりきったな。そこからがスタートなんですけど、とりあえずのゴールとしては9月の最終審査のオーディションの時にあれですね、もう本当に全力を出し切れるためのコンディションを整えておこうと思いまして、なので今ちょっと金になっちゃってるんですけど、まあミルクティーにするはずだったんですよ。でちょピンクもねメッシュも入れ直してとかいろいろ考えてはいたんですけれども、自分なりにやっぱり今痩せなくてもいいのかもしれないんだけど、やっぱり今からウエイトは絞っておきたいっていうのはやる気としてちゃんと目に見てわかる、一番目に見てわかるのは綺麗になったりとか痩せたとかね、そういうことだと思うので、自分なりの努力はして臨みたいなと思います。はあ、緊張しますね。なんかもうなんかさ、オーディションとかも本当にだってCM とかドラマとかのオーディションとかは抜いて、事務所のオーディションっていうのは本当にもう約10年ぶりぐらいなんですよ。だから本当に緊張してて、なんかね発表の URL 下にモデルプレスさんの貼っておくんですけれども、
本当に私顔が引きつりすぎて、なんかもうこれなんかもうみたいになってるんです。とりあえず鼻がなんかみたいになってて、私は私らしくとりあえず全力でやりきって、なんかこう後悔なくできればいいなと思っているので、ちょっと今の段階ではまあそうですね、8月仕事結構入っちゃってるんですけど、まあでもジムには毎日のように行けたらいいなっていう、まあ、生理期間だったりとかそういう期間とかも置いて、あとはまあ美容動画をちょっとここの1ヶ月はウェイト絞る関係で美容動画増えるかもしれない、かもしれないです、かもね、なんですけど、まあ、9月はちょっともうハロウィンに向けて準備しなきゃいけないんで、いろいろバタ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 してるんですけれども、まあ、9月の最終審査に向けてですね、いろいろと、はい、森先進んでおります。ということで皆さん、多分ツイッターだったりインスタだったりフェイスブックだったり、私今回 SNS すごく拡散させていただきました。なのでもうすでにご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、一応 YouTube だけしか見れない子っていうのもいるので、 YouTube だけで見てくれている子にはですね、こちらでちゃんと発表させていただきました。無事盛り上げファイナリスト今6名発表されていて、18人の中の1名に選ばれておりますので、はい、頑張ってまいります。はい、はい、ということで森崎アリスでした。また明日撮れたら撮ります。バイバイ。 Twitter、Instagram のバイブの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャン